どうしたフィリア。エンペラーソードのことでね。やっぱ残念だな。クエストの内容や難易度からそれなりのものが手に入ってもおかしくなかった気がしない？まあそれはな。納得がいかないっていうのも合わさって残念な気持ちが収まらないんだよね。納得がいかないか。実は俺も気になる点がいくつかあるんだよ。気になる点？フィリアがボスに紋章を手渡した時、これで忌々しい剣が破壊できるって言っていただろ。うん、言ってた。忌々しい剣っていうのはエンペラーソードのことで間違いないと思うんだけど、問題はなんで紋章を渡したのに剣の話が出てくるのかってところだ。紋章を渡したのに、確かにそうだね。ひょっとするとさ、紋章ってエンペラーソードを手に入れるための鍵なんじゃないかな。なあフィリア、もう一度あの宮殿を調べてみないか。実はあの宮殿の中にはまだエンペラーソードが眠ったままかもしれない。そういえば王家の紋章はまだアイテム欄の中に残ったまま。ねえ、手に入るかな。可能性はある。諦めずに探してみようぜ。そっか、諦めたらそこでおしまいだよね。よーし、それじゃあ探しに行こうか。お、元気になったな。元気がなくちゃレアアイテムは探せないからね。なら早速みんなを集めようぜ。こっちは怪しいところはなかったよ。こっちもこれといった収穫はなしね。あとはもう例の宝物庫だけだな。そういえば前に来た時って宝物庫の前で紋章が光ったんじゃなかったっけ。でもあの時宝箱は全て調べましたよね。普通のアイテムやコルしかなかったんだよな。部屋の中も目立って何かがあった記憶はないけど、念のためもう一度見に行ってみよう。どうだみんな、別に宝物庫の中も怪しいところなんてないだろ。そうだね、宝箱も空っぽのままだし。全部開けて調べたからな。隠し扉とかないかな。ちょっと調べてみる。やっぱりエンペラーソードって話に出てくるだけなのかな。他のクエストに続いているってことも考えられるけどな。だとしたらそれはそれで面白そうだね。前に紋章が光ったことを考えるとこの部屋が一番怪しいんだけど。あ、また紋章が光り出した。本当か。やっぱりこの部屋に何かあるのかな。壁を動かすような仕掛けがあるとか。仕掛けか。確かに今までクエストの中でやたらとトラップが出てきたからな。だね、エンペラーソードも何か仕掛けの先に隠されていたり。床が急に。大丈夫か。なんとか大丈夫。急に床が抜けるのは卑怯だよ。まさかここにもトラップが仕掛けられているとはな。みんな。ん？どうした？あの剣、エンペラーソードだよね。え？本当？おお、フィリアやったな。あ、やっと見つけた。こんなとこに隠してあったんだね。さあフィリア、エンペラーソード。動けない。あー、ごめん、下敷きにしちゃってた。やったね。ご機嫌だなフィリア。だってやっと巡り会えたんだもん。やっぱ嬉しいよ。でもなんで今回は見つけることができたのかしらね。それは多分前は俺一人で部屋の中を調べたからだよ。おそらく紋章を持ったプレイヤーが部屋に入ることで
仕掛けが作動するようになっていたんだろうな。はあ、なるほどね。でもそれってつまりエンペラーソードを手に入れてからボスを倒しに行くのが本来の流れだったんじゃない？あ、黙った。確かにボスと戦っている時ちょっとタフだなとは思ったんだよ。剣があればサクッと倒せたのかもね。まあでもあえて剣を使わないで倒すとかあんたらしくていいじゃない。俺には最高の武器がある。それは仲間だ。フォローされているのか茶化されているのかわからないんですけど。キリト、この剣は預けるね。あ、俺が？だって諦めないで宮殿をもう一度探そうって言ってくれたじゃない。いや、まあそうだけど。それに私はこうして見つけることができただけで大満足だし、何よりもものすごく欲しそうな顔をしてるよ。え？だからみんなからのプレゼントだと思って。ありがとう。それじゃあこの剣は俺が預からせてもらうよ。その剣を使って今度は私の武器が手に入るクエストを手伝ってね。私もエンペラーソードよりも強い武器が手に入るクエストないかな。おい、あちゃー、みんなの手伝いをするとなると今回のクエストよりも大変そうだね。本当にな。でもそれだけの価値はあるよ。みんなで見つけたエンペラーソードにはさ。うん、よし、この剣で。